全部出して戻した時におならの匂いする。おならの匂いじゃなくておならの音するんだよ。こんにちは、キラキラ USA のコトちゃん and ソーマ。ソーマです。はい、こんにちは。こんにちは。先週とうとうアメリカに帰ってきてしまいました。楽しかった？日本ファン、いろんなとこ行ったしね。いろんなもの買ってきました。はい、はい、ということで今日は子供たちが日本で買ってきたものとかいただいたものをちょっと紹介したいと思います。いっぱい買ったよね。いろいろ買ったよね、うん。じゃあ皆さんにお見せしましょう。まず最初はおばあちゃんからもらったもの。せーの、せーの、よいしょ。じゃーん。そうなのは？いいよ。じゃーん。ちょっとちっちゃめやけど。これはおばあちゃんが買っといてくれたおもちゃ。おもちゃです。なんかいろいろ作れるやつなんですよ。そうそう、アムカム、アムカワアミーナと言ってこう簡単に縫い物ができるよっていうおもちゃと、でも問題、ソーマのは、ポケモンクリスタルとかいうやつで、いろんなこのなんかこれね、石はめて腕にはめて音が鳴って、ちょっと音やってみるよ。そう、腕につけて、あ、待って、おお、かっこいいんですよ、これがいろんな色で。で、コトちゃんがもともと持ってる 3DS のポケモンのソフト、ポケモンの、ゲームと連動してなんかなるみたいなので今度やってみましょうって言ってんだよね。忘れたし、ね、そしてコトの今すっごい暑い夏なんです。そうなんです、こっちも猛暑なんで今日も39度あるんです、外が。そしてこれはなんかあれも、なんかスカーフとかちょっと寒い時用だもんね、だから寒い時に動画を作りたいと思います。はい、そうしましょう。はい、次は動画でも載せたんですけど、竹下通りに行ったでしょ、うん、原宿のね、はい、その時に自分のお小遣いでそれぞれ買ったものを見せてください。せーの、じゃーん。ちょっとだけね、そう、ちっちゃいもの買ったんだよね、うん。まず、ことのはこの、金魚？金魚？本当金魚なのそれ？違う。マーメイド。え？マーメイド？マーメイドね、金魚じゃなくてマーメイドです。可愛い子さま。見せて。これね、ここだけ。んで、これ、うん、匂いすんだよ。そうなの？ああ、見してみて。長の匂い。違う。シャンプーの匂い。匂いしてみて、ママ。はい、匂いしてみたいと思います。どこにあるの？あ、ここ？違う、マーメイド。あ、マーメイド、うんうん、かすかに石鹸の匂いのような気がする、うん。はい、コロコロコロ、そして向かいの匂いから、そしてもう一つ、それ何？これ、前ガチャで、あ、ガチャもやったよね。ガチャも何度もやりましたけど、でもこういうやつだったんだけど破れちゃったんだよね。あ、まあ、ちょっとほら、ちょっと取れてるでしょね、買った、もらった。そしてこれがすごいすごいすごいのは、叩いた、あれ、叩いたら電気つける。待って、ティッシュちょうだい。はい、漏れてるから、漏れてるから、拭いて拭いて。オッケー。それでもう一つのその透明の見せて。韓国スライムってやつだよね。うん、これも多分知ってると思うけど、なんかプニプニしたスライムなんだよ、ね、見せて見せて、ほら、ゼリーみたいな。触ってみて、うん。さあ、おならの音つけるんじゃないよ。全部出したら、全部出して戻したときにおならの匂いする。おならの匂いじゃなくて、おならの音するんだよ。微妙。微妙、しかし。ふにょんやって、せーの。ふにょん。こともはない。絶対顔につけるよね、それ。気持ちいいの？うん。これらが竹下通りで買ったやつです。はい、次はその同じ日にキディランドで買ったものを見せてください。せーの、じゃん。そう、かわいい、これ全部かわいいの買ったよね。それなんだっけ、すみっこ暮らし、すみっこ暮らしの、トカゲ、トカゲね、センスがちょっとどうなの、これ一番の人気者じゃないやつを選ぶところがコトちゃんっぽいよね。
何でもない。で、トーマのはカラスの扇風機。アメリカにあるんだけどね。あるんだけどね。あるんだけど、すっごい気に入ったよね、それね。すごい気に入って、もうレジに行く頃にはもう電池半分ないんじゃないぐらいの勢いでずっと回しながら歩き回ってました、店内を。そしてこれ何だと思う？周りアリスなんだよね。かわいいよね。かわいいよね、アリスの。何でしょうか。開けてみてください。変だと思うよね。ねえ、変かなと思ったよね。カラーペチュー。ハサミ！ハサミなのね。すごくちっちゃな。こういうは、こういう。でもこういうのしか、スペース取んないんじゃん。そうそうそう、たまにさ、なんか筆箱の中に入んないときあんじゃん、大きいとね。うん、なんかこういうのだったらね、そうそう、スペース取らない。一個お菓子。あ、そうそう、それお菓子も入ってるんだった。いった、これすごい硬いんだよね。これよくひねるやつじゃない？ああともう一個あるんだよね、ことが自分のお金で買った。原宿のあの動画でも出てきたラッシュというね、オーガニック系手作りハンドメイドコスメのお店で買った入浴剤。強い、ね、入浴剤、うん、マカロンの形の入浴剤、もう半分使っちゃったんだけど、湯船に入れてこうクチクチにしてバシャバシャバシャって言って泡風呂みたいになっていくので体が洗えますよみたいなね、キラキラがついて、すごいいい匂いします。ローズのいい匂い。皆さんもよかったら買いに行って試してみてください。食べちゃダメだよこれは。はい、次せーの、よいしょ。じゃあまずソーマから行ってみよう。こうやってやってみて、こうやって待って、ビルドのことビルドのおもちゃでーす。聞いてきたんだよね。そうそうそう、これはユニクロで買ったソーマの大大大好きな仮面ライダービルドの T シャツで、買ったらこのなんだっけ、これ なんていうんだっけ、フルボトル、フルボトル、フルボトルがついてきました。この T シャツ最高に気に入ってます。はい、じゃあことちゃんのはこれは2つとも本当はお姉、シオンね、お姉ちゃんのなんですけど、シオン ねちょっと可愛いので紹介させてください。はい、猫ちゃんはキディランド、そうそう、原宿のキディランドで買いました。そして可愛いのがあのお尻、ちゃんとお尻の穴があるんだよね。これはシオンがゲームセンターのくじ引きで当たったもので、一緒にいた友達も同じものが当たって、ね、5個これがあったんだけど、2つとも一気に当たって取ってきちゃいましたって感じだったんだよね。はい、じゃあ次いきます。せーの、これは親戚が用意しといてくれたやつで、このボックスのやつはポトちゃんがリクエストして買っといてくれてたものです。何か見せてください。これは、うん、すごい欲しかったんだよね、うん、これは実は猫が出たと違うよ、言葉が出てこない。猫お財布みたいな、違う、あ、お金を入れる、なんかなんていうの、そのこと日本語で。開いたら、開いたら猫が出てきます。貯金、貯金箱、そう、貯金箱です。見せて、すごい可愛いよね、これ、まあ、日本の皆さんは知ってるのかなと思うんですけど、夢みたいだから置いて喋ったら開く。じゃあ、人間つけるよ、人間、電源です、電源いや、お金を置きます、喋ります、盗みます。かわいい、お金を盗んじゃう犬、すごいかわいい、はぁ、あ、いきます、はぁ、あ、あ、かわいい、盗んじゃうんだよ。これ何回見てもかわいいよね、見せて、モフモフ、かわいい、なんて書いてんの、鳥団子、鳥団子だって、あ、かわいい、鳥団子、あ、ほんとだ、はい、はい、じゃあソーマのはクレーン車、クレーン車、これも同じ親戚が用意しておいてくれました。パチッ、これで完成。あ、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 はい、せーの、バンバン、新幹線、新幹線の、なんだっけこれ、はやぶさ、はやぶさ、はやぶさ、これはお祭りでお店が出てて、すごい、すごい欲しがったので買いましたけど、お祭り価格なので高かったね、うん、すごく高かった。そしてコトノは、コトノは、これは筆箱、筆箱、日本に行ったら筆箱買おうねってずっと言ってました。なぜならアメリカには可愛いのがないからです。なんでです、これは、ライフウィズ消しこ、消しこっていうんだ、消しゴムなんだ、この動物のキャラクターが。そして後ろにも可愛いんだよね、うん、可愛い、ホトちゃんが自分で選んで決めました。
中身は、まあ、鉛筆とか買って、うん、買った鉛筆見せて。じゃあ2つ削りましたね。日本の学校で使ったんだよね。見せて見せて。可愛いんだよね、このチャームがついてる鉛筆。こんな可愛いものがアメリカにはないので。アメリカの鉛筆模様がついてるだけだもん、可愛いって言ってもね、可愛くないし。こういうお店に行くとすごいテンションが上がってついつい買っちゃいました。鉛筆カップ、オレンジジュース、うん、ちょっと汚れちゃったけどね。ドリンクのモチーフの鉛筆キャップです。こっちちょっと汚れちゃったけど。そしてこの炭火ブラシの定規ね、買ったね。定規ちょっとやってみたら壊れたじゃん。うん、これすごい壊れやすいから。マーカー匂いするんだっけ。うん、いちごの匂い。いいよね。次はじゃーん、パジャマとコトンシャツ。シャツはね、3枚で1パック。トーマも実はシャツ3枚で1パックの買ってます。というのもシャツアメリカ全然いいのないんですよ。なんか下着を着るという文化がないのかなんか知らないけど、これなんかくずぐったいやつとかなんか着づらいのとか、丈がなんか全然長くなくてシャツとして意味をなさないものが多いので、この肌触りのいい下着いつも買ってきます、日本に行くと。気持ちいい。それとパジャマ、まだ着てないけど。パジャマもね、あのアメリカの長袖のパジャマがなんかちょっといつもピタッとしてて、見たことないかな。すごいなんかゆるゆるなんだよ、伸びちゃうんだよ。あ、ゴムがね、ゴムもすぐ伸びるし、あと手のとこと袖のとことかがちょっとピタッとしてて着づらいんだよね。細いんだよね。だからいつもこういう可愛くてゆったりしたパジャマを日本に行った時にいつもおばあちゃんたちにもらうんだよ、ね、で夏物のパジャマも買ってきてます。もう今着てるけどね。はい、じゃあ次、せーの、じゃーん。これは私の実家の母に、おばあちゃんだね、あーちゃんだね、あーちゃんに買ってもらった、それぞれ誕生日がね近かったので、トーマも終わっちゃったけど、ことちゃんの誕生日が6月だったので、6月26日そう、プレゼントとして買ってもらった。ことちゃんのはマリオ、マリオテニス、マリオテニス。トーマのは一番星があった、はやぶさ新幹線。はやぶさトミカのプラレールってやつか、うん、こういうのはアメリカには多分ない。動く電車といえばトーマスぐらいしかないので、こちらはこういうなんか本物っぽいのがないんだよね。あ、おじいやった、そうしちゃうよ。それ毎日飽きずに遊んでおります。次はじゃーん、はーい、歯ブラシ大量に毎回買ってきます。アメリカの歯ブラシはちょっとなんか大きいし、毛がすごい柔らかすぎて磨きにくいので。はい、次、はーい、ダイソーでいろいろと、ダイソーで、あの買った3つのおもちゃと、はい、ブックオフで本を5、6冊適当に選んで買ってきました。はい、ね、結構古いやつでも全然気にしないで読めるので、本は中古で全然毎回 OK です。日本で買ったものの紹介でした。皆さんも持ってるもの何かありましたか？最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。バイバイ。 See you next time. Bye. Bye.